はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ今回はね、ニューロ光のね、雑談になりますね。内容はね、お犬用交換 F660A で快適、まあ、この動画を昨日出してね、でそこにね、まあ、ちょっと関連する内容になりますね。まず一つ目ね、まあ、フランケルさんからコメントをいただきました、ね。この話題では本当にお世話になりました。その説は動画にしていただき心配までしていただきまして、おじいも覚えていただいているかと思いますが、 F660A は本当に快適ですということでね、ファーウェイから F660A に交換された方です。この方は、フランケルさんはね、まあ、結構いろんな思い込みもあって、でバタバタバタっと行動するんで、まあ、いろんな失敗がされたっていうね。で、F660A の交換、ファーウェイね、ファーウェイから F660A に交換頼んだら断られたと、ね。で今度はメルカリかなんかで F660A を落札したんだよね、なんかでね、購入したから、でそれに入れ替えて使うと、いやできないよそれちゃんとデータを書き込んで、ね、オンリーワンで渡してもらえるんで、いやそんなのができたらみんなやるよですね。そうなんだってね、痛い勉強代だってことで、だからあいつはね、またもう一回言えばいいじゃんですね、いやまたあの人が出たっていうからね、まあいろいろ苦労したんだよね、本当ね。だからちゃんとこの通りに言ってやってごらんって言ったらね、交換してくれました、嘘のようにってね、うん。でその後 F660A で、快適だそうです、本当ね、まあ、よかったね船木さんね面白かったね、本当ね。はい、で今回の、ね、メインのお話は、ね、こちらになりますね。あまねさんからいただきました。ちょっと大きくしようかな、うん。こんなコメントをいただきました、ね。今更ですが情報提供です。F660A に交換できるのはニューロ光通常プランだけです。6G、10G、20G の人は交換してもらえません。ね、まあ、これも旧タイプのやつだね、これね、うん。というより、私なら今からニューロを検討する人には G、10T の契約を今ならお勧めしますね。BGM はね、ここの場所はもうしょうがないんだよね、交差点だからね、まあ、通り過ぎるまで待ちましょう、この真横通るからね、まあ、最近暇だった、一時はね毎朝必ずだったけども、最近たまにだからね、うん。それで、このね G10T の契約を今ならお示しまして、まあ、この T っていうのがちょっと おじい分かんないでね、これから見てみないとね、 S しか知らないんでね。それで ONU はおじいが以前紹介していたスマートロックと同時に契約しないともらえない、まあ、くれるわけじゃないよね、レンタル、ね、貸していただけないってやつだね。ソニー製 ONU の新型一択なのでということで、まあ、これ見てちょっとおじいがはって疑問に思ったのが、今アマネさんが契約しているのはちょっと何のプランだったんだろうなっていうね、最近なのか古いのか分かんないけど、何年か前から変わってるはずなんだよね、遅い10ギガから早い10ギガにね。で、ね、アマネさんのコメントをねちょっと過去から探してみるとここにあるんだけど、2週間ぐらい前にね、ニューロの使い勝手10ギガ契約していますね。で2週間前に計測してもらって、下りが709Mbps で、上りが458Mbps で、なんとこれが10ギガ契約で、これだからね、2ギガとかひどそうってね、こう書いてあるんだよね。だから10ギガの契約をしていて、下りが700、アップロードが458なんで、これで2ギガにしたらもっと遅いんだろうなってね、まあ、こうやって言われているんだよね。で開通直後は 1.3 ギガとか出てたけど、今は800から700平均ぐらいっていうことだよね。開通直後よりも遅くなってるということになります。これはね、
で今元気なおじいのところが今どれぐらいの速度かというと2ギガでね、はい、もう平均的だね、680Mbps です。昼間だいたいこれぐらいで、朝起きてだいたい6時7時8時9時ぐらいまではだいたい出ても200とか300とかそれぐらいです。で夜の時間帯は夜中まではだいたい10何メガとか、まあ早く出て20は出ないかな、20メガはそれぐらいです。だ昼間、平日の昼間は絶好調です、ね。土日とか祭日は一日中遅いです、ね。ニューロの現状です。これがね。それで、この子、2タイプあるんだね、これね。まあ、おじいたちが使ってるニューロ光、ね。これが下りが2ギガ、上りが1ギガのプラン。ね、天音さんがこれにしたら遅くなるんだろうなってね。っていうのがあって、で10ギガプランっていうのは10ギガはこっちなんだね、これね、下りが最大10ギガ、上りも10ギガっていうね。でこれがね、何年か前から変わって、前は遅い10ギガだったんだよね、今は早い10ギガに変わっている。それで、無線で使う場合は最大が 4.8Gbps、ね、で有線が10ギガということなんだけど、ね、元気なおじいはね、ちょっとこれに関してね、わからないというかね、ここなんだよね。まあ10ギガっていうのはサービスエリアがものすごい少ない、狭いです、ね。で10ギガっていうのは2ギガと違って、そのあれがない。2ギガだったら工事費が30ヶ月でチャラになるよね。でそういうあれがないんだよ、10ギガの場合は。高い工事費を自腹で払わなければならない。で月額料金もね、跳ね上がってるっていう、まあそういうことで、すごいね、やっぱお金を持ってる人でないと、条件が合わないと回収できないというのが10ギガプランだ。それで、この10ギガという通信速度はネットワークから宅内最終装置へ提供する技術規格上の最大速度でありますよということで、で端末機1台における技術規格上利用可能な最大通信速度は有線、ね、有線で10ギガベース T 利用時で、おおむね10ギガ BPS で、無線で 4.8Gbps。 これは要は理論値だね、これね、技術規格上のっていうね、そういうことなんだよね。それでね、これの2ギガのやつはどうなってるかっていうと、こうなんだね。有線接続の場合はおおむね 1Gbps まで、それで、無線を使った場合は 1.3Gbps。 無線の方がちょっと早いんだね、理論上はね。まあでも、そこで計測するとやっぱ有線の方が早いね、おじいのところの場合はね。まあそういうことになってます。それであくまでもこの AC の上のなんだっけ、新しいの、AX だね、 AX 環境で理論値そこまでのスピードが出ますよっていうことなんだけど、元気なおじいはちょっとね、これに関してね、疑問があります。で、まあ、今回わからないんだよね、知ってる方がいたら教えていただきたいんだけど、あ、ちょっと無理かな、これメモリーがちょっと無理だったかな、無理だね、ちょっと待ってね。よいしょ。よいしょ。まあちょっとめんどくさいんだけどもね。本当はワンスクリーン全部バーンってこう黒くできるんだけど、ちょっとね、パワーが足んないんで、ちょっとそれができないんでね。白バックだとみんな見えないでしょ。
なんでこうしますそれでね、劇団おじいの疑問なんだけれども、これ今何かというと、ここが電信柱で、でここに応援の用があります、ね、でこれがおじいのところは F660A で、今天音さんが言ったね10ギガを選ぶとソニーの最新のやつがね行きますよ、 AX とあるやつがね行きますよということで、で天音さんのところは10ギガの契約なのに1ギガ出ないっていうね、そういう状況になっています。で理論値は理論値で、おじいのところもここのところまでは2ギガで来ている。だけども F660A の能力とね、まあもろもろで、まあそんなにも早くは出ないよっていうことなんだね。それで、このソニーの最新のやつ、あれ確かね 2.4 いくつ、まあ、約試作を入手すると 2.5 ギガまでの対応の端末だったような気がするんだよ、あれっておじいの思い込みか記憶に間違いがなければ。でおじいもここは意味があんまりよく分かんないので、1回線あたりなのか全体なのかよく分かんないけど、おじいの頭の中ではあの端末は 2.5 ギガまでの対応の端末で、それ以上のものがないっていうね。でこっから来て、で、まあ、F660A よりはこっちの方が早いんだけど、 F660A はここまでは2ギガとは言っても実際には 2.5 ギガぐらいまでの速度で実際には来てるんだよね。でもそれを生かしきれない今の ONU だから、このソニーの新しいやつをつけるとこの 2.5 ギガまで対応してるから、ここの外まで本当は2ギガで用意しても 2.4 いくつぐらいまで来てるんだけど、その理論値のこの速度のマックスまで出しきれる ONU がやっと登場したということで、この ONU を使うことによって、その今同じ場所でも F660A で使ってる状態でソニーの新しいのに変えるだけでも速度が速くなる確率が上がるよっていうね、なんかそんなことを言っていた方が過去にいました。それでこのソニーのやつは 2.5 ギガまでね対応してるっていうことでなんだけど、でこれを10ギガに使っても 2.5 以上は出ないってことでしょ。でいろんなパソコンとかつなげてるところに、例えばここにパソコンがあったとして、で有線でつなぐ、電波でこうつなぐっていって、でこの電波がこの AX の規格上 4.8 ギガまで、理論上ね 4800mで、有線は要は10ギガまで、10ギガベースのね、無線 LAN とかね、つけてるよね。おじいが今ニューマシン組んだのが下にあるけど、あれが多分もうこれに対応してるはずなんで、確か10ギガベースのやつがくっついてるんで、だからニューロ光でね、そのニューマシンに差し替えたら速度が上がるんじゃないのって視聴者さんからね、コメントが来たので、じゃあやってみるねって試したんだけど、速度は全く変わらなかったということなんだね。で、ここに使ってるケーブルがあるんだけど、これはカテゴリー7だかな、いいやつ買ったんだよね、なんでそれでやって変わらないので、まあ同じだねっていうことだよね。まあそんなわけで、でおじいが思うに、今ニューロ光の10ギガっていうのが、まあここのところまで10ギガ、10ギガのだから回線がね違う、
なんだっけな、ポン、ポン、なんとかポン、なんだっけな、わかんないけど、回線の、要は仕組みがあって、信号の。で、他のフレッシュとかああいうのはすごい遅いのを使ってるんだけど、ニューロの場合は、唯一、ね、その速い規格のやつを使ってるから、時速が速いんだねっていうね。まあ、そうは言うものの、10ギガのやつもね、昔のやつは遅い、今のやつは速いっていうね。一緒に変わってるんだけど、その10ギガベースのやつが来る。まあ、これもダークファイバー使ってるんでしょ、どうせね。で、その専用線で2ギガの線をそのまま使って10ギガにできるわけじゃないから、まあ、当然ながらこの10ギガのやつはエリアがさらに狭くなるということで、ここまで10ギガで来るとしましょう。ここまでね。ここが専用線で10ギガの線でここまで来てるだけれども、このソニーのこの ONU がこれが 2.5 ギガまでだったような気がするんだよ、確か。だから10ギガでここまで来ていても 2.5 ギガ以上はこのスペック上出すことができないじゃないのかなと思うんだけど、おじも難しいことは分かんないんだけど、ここのところ実際どうなの、よく分かんないんだよ、おじも。だからこのソニーの新しいのは今の2ギガプラン、実際は 2.5 ギガで来てるから、その 2.5 ギガマックスで使えるものがやっと出たねって話で、それをつけると余すことなくそこの地域でのパフォーマンスが出るねっていう、そこはおじいが納得したんだけど、これが10ギガの時にこれがやってくるってことは、これが10ギガに対応するやつが出てこない限り、だって出ないんじゃないの。ここがね、おじいはあれで、あとニューロ光、フレッチからニューロ光に変えたんだけど、速度がね、何十ギガであんま変わらないっていう人もいる、まあ、地域の地域があるかもしれないけども、ここのケーブルちゃんとしたの使ってるっていう、これがね、まあ、電波が AC に対応した端末かとか、だからおじいもニューロのワイヤレス使ってる時にね、端末によって AC に対応してればグーンって何百メガ出るんだけど、 AC に対応してない古い端末だと遅いよ、何十メガしか出ないよ、これ 2.4 ギガと5ギガ帯で違うからね。でこれがAC なんだけど、 AX だともっと速くなるからブワーってこう出るはずなんだけど、その端末がないと速くならないよ。古い端末でワイヤレスで使ってて速度がね、何十メガしか出ないから変わらないって言ってる人がいたら、その端末とかそれがしょぼいだけの話だからね。 2.4 ギガでしか対応してない端末が速くなるわけがないっていう。で、あと有線でパソコンなんかに仕上げた場合も、ここの LAN がね、LAN ボードが、これが古いものだったらね、だからこの10ギガ使ってもね、ギガベースで、ね、1ギガとかそれの、ま、やつだったら10ギガできても1ギガまでしか対応できない、ね、あとケーブルもそうだよね。ケーブルも昔100ギガ100メガベースのほら古いやつあるじゃん、カテゴリー5のやつね、5とか 5E とかあるけど、100ギガまでしか対応してない LAN ケーブルだから、はい、これあったこれ使うペンペンであって、古いの使ってて実際は早く出せるのに、ケーブルが100メガまでしか対応していないから速度が出ないって言ってる人もいるだろうしね。だから本当速度が出ないと言ってる人は大体肝心なところを隠してるので、自分の環境とかを隠してるからね、隠して遅いって言ってる人はふーんって言うだけで、おじいもそれ以上深追いはしないでよ、ふーんそうなんだってね、いろんな環境に対してはね、これではあれで終わってね、おかしいねって、ここがこうだからこうだよねって話なんけど、うん、帰ってくると遅いよ、あそうなんだ、ふーんってね、そんな感じなんだよね。で、まあ、おじいの理屈だと、このソニーの新しいのが確実に来るかなって言っても、おじいの頭では 2.5 ギガまでしか対応してないはずなので、10ギガを契約しても 2.5 以上出ないっていうね、だから理論値でここまで2ギガ来る。だから
今おじいが契約してもう2ギガできても2ギガ出ないわけじゃん。これが F660A が2ギガ対応してないし、そもそもね、なのでね、そういうことなんだよ。1ギガまでしか対応してないから、あのここまでは2ギガできてるけど2ギガ出せない、そういうことなんだよ。だおじいの考えに間違いなければ 2.5 ギガなんで、アマネさんがのコメント、前のコメントで、このアマネさん自体がね10ギガの契約をしていて、下りが709、上りが458しか出ないっていう。で例えば今これあのソニーの新しいのを使ってるとしても 2.5 まで 2.5 ギガまでなんで、前は来た時は 1. 何ギガ出てたしたっけ、開通した時は 1.3 ギガとか出てたって書いてあるんだね。で最近もう速度落とされてるっていうね、ギガ出ないっていう、まあ、そういうことなんだけど、もともと例えばこれでソニーのやつを使っていたとしても 2.5 マックスでしか使わないところに 1.3 で出たっていうことなんで、だから出ないはずなんだよね。でニューロン光使ってて実測値がね10ギガ近く出る、ウォーンってね出てる人とか、あと、まあ、2.5 ギガ以上出てる人、要は2500以上出てる人の情報ってある？おじいもよくわかんないけど、そこのところがねどうなんだろうっていう。ニューロの10ギガを契約してる情報提供者がアマネさんしかいないので、他にいないんだよね、だから快適に早く使えてるっていう例がない、うん、で、まあ、このサービスに関してね、まあ、違いっていうのがあると思うんだけど、この費用に関して、まあ、とにかくまあ契約解除料は22,000円。これ今のプランはねどうかというと、この 10T と 10があるのかな。でこれがね3年縛りがあるか3年縛りがないかの違いなんだよ。で3年縛りがないやつは月額料金が8000いくらなんだよ。で3年縛りがある方は6000いくらなんだよ。で、6000いくらで3年縛りで使うと、やめる時には22,000円払う。毎月8000いくら払ってれば、解除料がいらないっていうね、そういうことになるんだね。で、あと、この工事費用、ね、工事費用が6万円ぐらいかかるんだけど、6万6000円ぐらいかな。それが3年縛りのやつは、60ヶ月で確かペイになるんだかな。あでもこっちの方はそれがならないんだかな、確かね、そういうのがあるんだよね、うん、まあ、パッパッパッと見ただけなんでよくわかんないけど、うん、で、まあ、一応端末機器一台に送る技術規格上利用可能な最大通信、この技術規格上だからね、だからその光の信号がここまで来てる、ここまで10ギガで来てますよっていうこの技術、ここを言ってるんだよね、10ギガっていうのはね。だからその ONU がソニーのやつを使っても 2.5 ギガまでしかマックス限界がそこなんで、10ギガを使い切れるものは今ないんじゃないの、違うのかな。だからここまでは10ギガがやるあれがあるから、同時接続した場合に1回線あたり端末機器1台におけるって書いてあるからね、端末機器1台におけるって、これ端末機器1台っていうのは ONU のことなの多分ね、でしょ、ね、そういうことだよね。なのでね、まあ、これを見るとこの工事費がこれがね、3年縛りだと6万6000円が60ヶ月使うとチャラになる、ね、縛りがないやつはこれが自腹だっけかな、これがね、
まあ、どの道ね、お値段が、で基本料金お申し込み特典がね、まあ、基本料金が5700円の消費税で6マイクラになるのかな、これ確かに。待てよ、今はあれだな、税込み表示じゃないといけないはずだからね。3年契約で月額料金が5700円で、1ヶ月目が3980円最大がね、あの日割り計算、まあ、あの割引があるのかな。で2から12ヶ月が3980円で、それを超えたら5700円なのかな。ちょっとおじいもよくわからない。で継続契約がない、要は3年縛りとかないやつは月額料金が8300円という、ね、そういうことなんだよね。で工事費用は36ヶ月分の分割っていうか、あ、これ分割なんだね、やっぱりね、これもあるみたい。工事費はだからあるんだね、辞める時の約金があるかどうかのお話なんだね、多分きっとね。3年縛りはだから3年3年でどんどん自動更新しちゃうから、更新付き以外は2万2000円かかるっていう、そういうことなんだよね。だからね、本当この今ユーロおじいは6000円いくらぐらいだから、この差額が3年継続契約なしだと2000円ぐらい上がる。で10ギガの契約だと今の契約とそんなに値段が変わらないんだよね。今も6000円いくらだからね、あ、でも6000円いくらしても、あの電話が毎月300円だか500円だかと、ナンバー表示とまだそのまま入ったままだしね、それで確か6000円いくらなんで、実際はだからこれと値段そんな変わんないのかな、これはね。でおじいは9月になったら、まあ、やめることができるんだよね。ただ更新式にやめないと確か、お金がかかるんで、もう1年半ぐらい使わないと更新式来ないのかな、確かね。ちょっとそこのところ多分そのトラップがね確かあると思うんだけど、ね、なので、まあ、おじいが例えば10ギガに乗り換えたいと言っても1年半後の話だよね、違約金をなしで考えれば、まあ、でもおじいの場合だね、あのニューロ光に乗り換えるとしても、そのお金払ってでも、お金払ってもでもいっぱいほら紹介でねみんな入ってくれたんで、まあ、その分の費用はもう入ってるのでね、あの受け取っているので、いただいているので、まあ、ニューロに還元するという形でやればできるんだけど、今の速度より早くどれぐらいパフォーマンスが上がるのかなっていうね。結局月額料金がちょっと上がる、でまた工事費とかそういうのが、あの負担がまたね縛りがかかってくる、まあ、いろんなもろもろお金を払って、じゃあどれぐらい変わるんだろう、そこなんだよね。で Wi-Fi が AX 使えるようになる、でおじいがじゃあ今 AX に対応した最新の端末をじゃあ買う予定があるかというと買う予定がない。そうすると今 Android とかね、そこら辺持ってるものが 1,2,3 台だけ AC に対応していく、あとはみんな AC にも対応してないんでね、だから遅い、何十メガしか出ないわけだからね。そこの老いの湯が今から新しくなってもその恩恵を受けることがまずないワイヤレスでね。じゃあ有線の場合はどうかっていうと、今のメインマシンとこれはマザーボードのやつがね、そんな10ギガのやつ対応してないやつなんで、だからパソコン変えなければならない。でそうすると下にあるニューマシン、それが対応しているので、それとくっつけると早くなるかもしれない。じゃあこの古いやつを接続しても早くならないってことなんだよね。なのでね、インターネット回線ニューロ光を10ギガにお金を出して買えるっていうことは、その電波を使う側、回線ね、回線を使う側の方も全部新しく対応しないと。だ今持ってるここにあるプレステ3、Xbox 360、プレステ4、Xbox One、ね、であのヤマハのアンプとか含めて、これも全部、AX 対応するとかね、あの有線 LAN もだから10ギガまで対応とかならないと、結局
全く意味がないっていうことなんだよね。だから今から入る人、まあ、あくまでも天音さんのこのコメントは今から入る人はって書いてあるので、これね、あくまでもだね、今からニューロを検討する人にはってあるんだけど、でも今からこの12段のプランってこれ990円で使えないでしょ。最初3980円2ヶ月目からっていうのが、それが割引の金額ってことでしょ。要はさっきのどこだっけ、あ、もう消しちゃったんか。で3900いくらっていう、あの3年縛りで6000いくらなのに、2ヶ月目から12ヶ月までは3980円だか、あの値段っていうのがだから割引、毎月だから3000ぐらい割引された金額ってことでしょ結局ね。まあ今から検討される方は10ギガの方をおすすめしますねって。でもこの10ギガに対応してるエリアがものすごい狭いということと、やっぱいろんなお金がね高くつくっていう、だからコスパで選ぶか、その今の元気なおじいのダウンロードが680メガとかね、それぐらいで、まあ何か困ってるか不満あるかっていうと、まあ困ってることもないしね。ただベンチマーク比較で負けたっていうぐらいで、位置情報をオンにしないと速度測定ができないだね。よし、はい、ちょっと iPad でね、無線をちょっと、なんか前より遅くなったね。前は300ぐらい出たわよね。上りも早いな、ね、まあこんなもんなんだね、ダウンロードが177メガ、だこっちは 1.3 ギガまで対応で、有線の方は1ギガまで対応なんだけど、実際は有線の方が早い、ね、これが現状なんだよね。なのでね、であと10ギガの方ってキャッシュバックあった、あれキャッシュバックないとさ、あの男感ないよね。だ仕事で使わない限り男感ないよね。キャッシュバックキャッシュバックないよね確かね。キャンペーンとか、あ、今表からはないのかな、専門のところから入った時だけかな、ね、今もう一般の我々がほら紹介できるってのがなくなっちゃったからね、特例のところから申し込むとき、でも公式もあったはずなんだけどな、今なくなっちゃったんだ今。これ今ならさらに1万円キャッシュバックね、前は5000円キャッシュバック、まあ最初は1万円キャッシュバックもあったんだけど、おじいはキャッシュバック1万円の時に入ったんだよね、1万円もらったけど、さらに1万円って書いてあるから1万5000円もらえるってこと、それじゃあ
シャラニーってことは、ね、だシュレッド会の紹介料をあの払わないで自分ちだけでやるようになったらテレビ CM もガンガンやるし、そのお金をこっちに回してるからみんなね。キャッシュバックはいいけれども、1年間980円でしょ。でこれであの年間通してね、結構5000円ぐらい行ってる、4000円ぐらい、4万で両方で5万円ぐらい浮くよっておじい言ったんだよね、確かね。で4万円キャッシュバックだね。4万円キャッシュバックに加えて1万円なんで5万3000円キャッシュバック、ね、そういうことだよね。お？違うよね。1年間980円で使えて4万3000円もらって、さらに1万円なんてくれないよね。3ヶ月お試しとこで、電気セットはね、2年間3000円。お？キャンペーン内容。そんなことないよね。1年間980円で使うだけでね、4万いくらぐらい安くなるけど。これ普通の定価を払ってて、1年後にキャッシュバックをくれるっていうのは今までのやつだったけど、1年間980円で使うときに4万3000円キャッシュバックくれる、さらに1万円、5万3000円キャッシュバックくれるの？本当？本当これ？契約期間がない有料から、 G2 は対象外で、 G2 って何だろう。あ、契約期間のないものはってことだね。で、これってあれかな、2ギガだけだよね、これね。だよね、2ギガだけだよね、これ確かね。10ギガはないよね、これ絶対ね。2年契約、3年契約、これだよね、これだよね。2年契約だと、2年間3590円、これ安いじゃん。こっちが毎月料金5200円が980円、こっちの方が安いようだけど、どうなんだろうな。あ、違うか。2年契約で2年間月間390円だけど、2年間でやめられないでしょ。あの工事料金、工事が30ヶ月だから2年半だから、その間にやめると、残り払わなくならないよね。確かそのトラップがあると思う、これね。みんないやらしいんだよね、確かね。違うかな。今複雑になったな、本当。で3年契約、2年契約で入ると最大3ヶ月間お試し期間がねありますよって、あ、そういうこともやってるんだ今。3年契約だと1年間0円いいじゃん。あ、にあのニューロ電気使うとね、ニューロ電気の基本料金ってことかな。なんかいろいろあるな。あ、で3年契約、2年契約の場合、他社から来る場合、違約金 NTT で払うやつとか、それを最大6万円まで補填するって、ね、おじいの時なかったからね、本当。それでね、苦労したよね。おじいの場合はニューロ光とかこういうのにね、移行できるようにNTT が嫌がらせをするんで、違約金ゼロの間に工事を許可しないので嫌がらせをするんだよ。やめさせないように、それから違約金取るように、その2ヶ月の間に電信柱の使用許可を下ろさない、汚いやり方をするんだよ。でね、それを回避するためにはコラボを使って朝日ネットに移行する、コラボで。そうすると朝日ネットは違約金ゼロなんで、途中でやめることができるっていうね。で NTT は光電話を
番号をそのままやりたいというと1ヶ月半ぐらい重複して使わないと電話を移動してくれないという最後の嫌がらせがあるんだよ。だから手切れ金として1ヶ月半分余計に払わなきゃならないというね。もう二度と NTT にはねもう一生戻りたくないけどね。まあでもね、NTT のダークファイバー使ってれば同じだけどね。いや今いろいろ変わったんだな、本当あのすっごい複雑だね、どれを選ぼうかっていうね。で、あと引っ越した場合はあのいろいろ無料でやってても引っ越した先にね、あのエリアが狭いから有料光が通ってなかったら薬金払わなきゃならないとかね、工事費だらならないとか、まあ、そういうのもいろいろあるしね。なんかね。すごいトラップだらけになってきた。でいろんなプランがこう出てきて複雑になればなるほどいろんなトラップが増えるってことだし、あとこの2年契約3年契約ってあっても、じゃあ3年契約だとあの3年3年だとまた3年外れないんだと2年契約ってのはもうあれない、2年使ったらやめようっていうか、やめる時に残り半年のこともお金払わなきゃなんないっていう、そういうトラップがあるのはもう確実なんだよね。3年入らないと、だっておじいだってそうだもん、2年ごとの契約なんだけども、あれが何回だっけ、30ヶ月で工事費割ってるので、2年で辞めるとあの6回分払わなきゃなんないっていうね、残りが3333円かける6回分を払わないと辞めることができないって、そういうのがあるんでね。まあいやらしいな本当ニューロもね。うん、だ本当こういうなんていうかな、こう楽天モバイルも本当に信号をユーロと同じ信号 にして、で、もう分かりやすいワンプランでやってくれれば一番いいんだけどね。だん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 ユーロいやらしくなってきたね、なんとなく、ね、サービスがその速度がだんだん絞られてきちゃったし、いろんなプランでなんかそのトラップの説明してないでしょ結局。だから入るときはすごいどうぞどうぞって感じで入りやすいんだけども、なんかあったときにダーンってお金を取るっていうね。得してんだかどうだかよくわかんないけど、でも他の NTT の回線のねフレッシュなんとか系のやつ使うよりは NTT よりはニューロを使った方が絶対に金銭面ではお得だよね。で途中で何かってお金を払ったにしても1年間の利用料金が980円だったりとかね、やめる時にあのいくらかお金を払うと言ってもその分のお金今 あのフレッチを継続して使うよりはどっちに転んだとしても安いよね。だからおじいもニューロに行く時に NTT に、ね、1ヶ月半分重複してお金を取られたのとかね、あの医薬金とかそういうのが発生したとしても逆にプラスだったからね、払う出てくお金は安上がりだったからね。まあそんなわけで、で元気なおじいが今ユーロ光をその更新付き以外でやめると違約金が1万円ぐらい発生するんだけど、1万円ぐらい払ったとしてもその1年間980円で使っててね、キャッシュバックも1万円もらってるんで、まあ そこの中からまだ差し引いてもまだこんだけ余るってのがあったから、それ差し引いたのから違約金を払ったとしても損はしていない。だ NTT のそういうのを使っているよりは快適に使えた分だけだから、余分なお得がなくなったとしても快適に使えた分だけ良かったかなっていう。やっぱニューロ使ってる方が絶対にお得だよね、本当ね。おじいばやっぱ通信料で言ったらね、本当ニューロ光たくさんの方が応援してくれたんだよね。本当通信料はね本当紹介してペイできたんでね、本当ありがたいことに。でもいっぱい動画作ったよねおじい。ニューロ光も1年半か2年ぐらいかね、すごいいっぱい動画作ったよね本当ね。いろんな方がいっぱいあの質問とかね入れるくれるからね、あのモナワイフみたいにねすごいいっぱい作ったよね動画をね。
あれはな、あのまんま続いていればな、本当ねえ、本当ニューロ光結構毎月何人か入ってくれてたからね、本当結構良かったんだけどな、ニューロ光なくなっちゃったしな。はい、そんなわけでね、まあ天音さんは今入るんだったら10ギガが、ね、おすすめですよって言うけど、まあ、使う人がどんな意図を持ってそのお仕事で使うからね、まあ、どうせ経費だから、まあ、多少お金かかってもちょっとでも早く使いたいっていうね、そういう人とか、あとはもうプロのゲーマーでね、もうちょっとでも速度が欲しいんだっていう、まあ、そういう方だったらいいかもしれないけど、なかなかな、一般家庭で普通に光回線を使いたい、在宅ワークとかそういった利用で使いたいっていう人で2ギガと10ギガ比べて、うーん、どうだろうな、お金がね、お金の問題だよね、やっぱね、年間の通信料経費がやっぱ何万円も違うからね、そこの何万円の分だけ、要はメリットとして価値観を見出す人にとってみたらプラスだよね、これはね。だおじいが言う、こうアップルの端末はおじいから見たらね、1000円の価値もないゴミにしかならないけど、でもアップルが好きな人とか実際活用してる人ってみたら、今10万円20万円で iPhone 買っても、いや安いもんだからって感じでね、ただ同然で使ってる人もいるしね、価値観は本当人それぞれだからね。ただおじいはこの ONU が、ソニーの ONU があれを使って10ギガのプランが10ギガで使えるのかな、どうなのかな、それがおじいね、ちょっとまだ分かんないんだよ、そこだけね。ソニーのあの ONU にそこまでの10ギガ対応してるパワーがあったのかな、どうなのかなと思ってね。あのフレッツなんかさ、もうずっとそうだったじゃん、 NTT もね、ギガです、1ギガです、2ギガですってきて、壁のところまでは2ギガできてるんだけど、実際にはね20メガ30メガしか使えないっていうね、そんな端末渡されて出ないわけでしょ結局で理論値ではそこまで出てくる技術を使ってるんだけど、結局あの絞られちゃうでしょ結局。そういうことだからね、まあどこまで行ってもその理論値は理論値であって、技術的な理論値であって、お客さんは快適に使えないっていう、踊らされてるっていうね、そこは変わりないと思うよ、この通信業界ね、レンタル Wi-Fi もそうだけど、ね、はい、そんなわけだと思いますね。ONU の交換、あとこの ONU の交換ね、ファーウェイ使ってる方は F660 に交換すると、まあいろんな面でね、まあプラスが多いじゃないかなと思うけど、これも人それぞれだと思います。まあ、今満足して使ってるファーウェイの端末でね、ONU で満足して使ってる人が無理やりあの変えなければならないっていうわけではないからね。だからそれで満足してる人はそれでいいんだよ、別にそのまんまで。だ現状満足、ファーウェイで満足してる人が無理やり F660 に交換する必要はない、全く。そういうことだね。だおじいはそこを否定してないからね、本当ね。あのファーウェイで不満のある方ね、速度がいまいちね、なんか安定しないとかね、なんかはあのセキュリティに関してちょっと不安があるとかね、あとは Wi-Fi 使ってもね、電波がなかなか、まあ、飛ばないなとかね、そう不満に思う方は F660 に交換すると、ああ使い方良くなったってなるかもしれないよっていうね、そういうことなんで、ね、で交換して変わらないとしてもマイナスは何もないでしょ、お金払うわけでも何でもないし、そうでしょ。 F660 に変えたらファーウェイの半分しか出なくなっちゃったって言ったらね、それは問題かもしれないけど、そういう例がないよね本当、まあ、最悪で、速度が変わらない。でも変わらない理由がパソコンが古いのかケーブルが古いのかっていう、そこが引っかかってる場合もあるからね、まあ、原因は調べてみないとわからないということになります。はい、それだけで今回はね、ニューロ光のまず雑談でございました。暇つぶしになった方、参考になった方はグッドボタンよろしくお願いします。またね、バイバイ。